スタジオリバーサイド。はい、こんにちは、ギタリストの竹下敦です。明日ですね、黒沢音楽学院の、加納治先生のレッスンが入ってるんですが、ここのところですね、こちらの黒沢楽器さんで購入したあのブルガリアの、ギターをばっかり弾いてましてなんとですね3キロ太りました。家でギター弾くときはほとんどあのエレキギターの場合ね、立って弾いてるんです。その方が弾きやすいんで立って弾いてるんですけど、ここのところそのやっぱり新しいものを買うとしばらくね、まあでもないこうでもないこう調整するわけですよ、自分なりに。で早速ね、傷にしちゃったところの補修してみたりとか、ちょっとこうあれネックがなんかちょっと反ってるなとか、あちょっとこうグイグイとかねやってると、やっぱどうしてもね座ってる時間が多く長くなるんですよ。びっくりですね、ちょっとなんか体重いなと思って、コンビニに行く時も、近くにコンビニあるんですけど、コンビニ行く時もなんか体が重いなと思って、あとちょっと膝が痛いし、ちょっと股関節がなんかこうしっくりこないなと思って、先ほど体重計に乗りましたらまとめに3キロですよ。やっぱりたくさん歩かなきゃダメですね。で明日黒沢音楽学院さんのレッスンがあるんですが、大変申し訳ないんですがレッスンの内容、何をリクエストしたのか忘れてしまいました。はい、ですがほぼ雑談で終わると思います。はい、多分ね、作曲に関しての、作曲ってある程度こう やり方方法論みたいなのは決まってるんですが、それを前回教わろうと思ったんですが結局雑談になっちゃったんですね。で今回も、一応作曲の方法論ということで教わりに行くんですが、教わってる最中になんとなくセッションになっちゃって、でなんか雑談になっちゃいそうな感じがするんですけど、でもね、自分で分かるぐらいに確実に着実に弾けるようになってます。やっぱりね、諦めちゃダメですね。何でも物事続けていれば、ちょっとずつちょっとずつですけど進歩するんで、今まで思いつかなかったメロディーラインとかね、今まで弾けなかったフレーズが弾けると、あ、ちょっとこれをボーカルに置き換えてみようかなとか、逆に今までボーカルで歌ってたタララン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 みたいなのをギターで弾いてみようかなっていう、こう逆の発想ができるようになるんでね、本当に黒沢音楽学院はね、入学させていただいてありがとうございます。どこも引き受けてくれるところがなかったんでね、入学させていただいたことを光栄に思っております。それではね、明日加納治先生のレッスン行っておりますんで、加納先生よろしくお願いいたします。はい、ちゃんと練習しておきます。はい、失礼いたしました。竹下敦です。